前回、上げ底とベタ底、分かっていただけたと思うんで、はい、上げ底の付け方をやります。ベタ底に関しては、まあ、下からビスを打つとか、まあ、釘を打つとかだけなんで、もう簡単ですから。はい、そうですね、はい。こちらを説明します。はい。まず最初に、まあ、用意した、この、底板の材料。底板。まあ、合板ですね。はい。これは、厚みが4ミリのものを用意しました。はい。まあ、できればなるべく容量を増やしたいんで、箱の。薄い合板の方がいいですよね。そうですね。お近くのホームセンターで買える薄い合板、はい、まず3ミリとか4ミリのものを選んでもらったらいいです。はい、大きい箱を作ったり、重たいものを乗せはる場合やったら、まあ、ちょっと厚めの 5.5 ミリとかを選んでください。はい、側板に、取り間で水を掘って、掘って、はい、合板、底板ですね。が入る構造なんですけど、はい、先ほども言ったように、箱の容量をなるべく大きくしたいんで、そうですね。まあ、上の方につけるよりは、底側につけたい。つけたい。ギリギリまで下げたいです。ギリギリまでしてしまうと、まあ、例えば、はい、そこから1ミリのところに水を掘って入れても、はい、うん、残り一緒少なすぎて、そうね、まあ、割れてしまうんですよ。あ、なんで、うちの教室では、そこから5ミリのところにこの合板、底板を入れています、はい。そこから5ミリ程度でも大丈夫なんですね。はい、で、深さは4ミリ。深さが4ミリですか？はい。5ミリじゃないですって。あ、別に5ミリでもいいんですよ。まあ、うちの教室は取りまで1回で掘れる量を4ミリというふうに考えてるんで、はい、まあ4ミリしてるだけで、計算しやすかったら5ミリとかにしてもらっても大丈夫です。で、さらにしっかり、支えたいから、深く掘る。あ、どうですか？今度はまあ深く掘りすぎ、多分10ミリとかもっと掘ろうと思うと、はい、うん、まあ今度また、この、割れてしまうっていうことになるんですよ。どこが割れるんですか？あ、その掘った、下側の部分です、ね。あら。深く掘っても割れちゃいますか？そうなんです。あらだ。なんでまあ5ミリぐらい。今度はまあ少なすぎると、掘る量が。はい。まあこの底板のサイズを合わせるの難しくなるので、これもお勧めはしません。はい。説明を図にしたのがこちらです。はい。今説明したのはこちら下の方ですね。はい。そこから5ミリのところに深さ4ミリで掘って、4ミリの底板を入れると。はい。切る部分は底板ですね。はい。で、作る引き出しは上の方。こちらですか？はい。はい。まあ、前板に対して、前板に、側板がこうやって、向こう板が。向こう板。向こう板、先生、ちょっと、下がってませんか？はい、あ、下がってますね。はい。そうなんです。まあ、この説明は、まあ、今回、この、底板の説明なんで、はい、違う回で、まあ、させていただきます。ということは、やっぱこれ、絵の描き方じゃなく、意味はあるんですね。そうです。ちゃんと意味はあるんですけど、まあ、ちょっと、違う回。今日は違う。はい。させてもらいます。はい。で、この、全体。手法ですね。手法の溝を掘って、はい、まあ、底板を入れるんですけど、はい、溝を掘るときに、これ全部、端から端まで別に削ってしまっても構いません。ちょっと見えますよ、でも。そうですね。引き出し開けたら。あ、確かここ。前板はそうですね。はい。まあ、それが気になるやったら途中で止めるっていうふうにしてもらってもいいです。はい、そこはもう、個人、まあ、の、気になる方は止めてもらったらいいというので、まあ、そういう考えでやってください。はい。で、まあ、この全体を4ミリで掘ると。そうですね。はい。4ミリの深さですね。はい、掘ったら、こちら4ミリ、こちら4ミリなんで、8ミリの溝掘ってますよね。はい、掘ってますよ。これの内寸が210。210。なので、それからプラスして8ミリ。大きめにですよね。で、218が、はい、218、そうです。この掘ったサイズ。はい。ですよね。そうです。でも、そこに底板を入れるときに、そのちょうどのサイズより1ミリ減らしてほしいんです。だから、今これ、こちら265、こちらが210なんで、はい、この、265プラス8、ここね、マイナス1、210プラス8、マイナス1にしてほしいんですよ。これなぜかというと、はい、まあ、ちょうどのサイズで作って、まあ、そこでですね、組もうとすると、ちょっとでも大きかったら組めなくなってしまうんですよ。あ、そうか。あとは、まあ、取り間でこの溝を掘った時に4ミリちゃんと掘ってるつもりでも、どっか一箇所浮いてしまったりとか、まあ、よくあるんですよね。ちょっと波打ってしまうとか。はいはいはい、そうするとやっぱり、組めなくなりますね。組めないって本当によくあることなんで、ですか。だからそれが起きないように、こう1ミリ減らして、今余裕を持たせてると。未然に防ぐんですね。はい。なので、ここ、水を掘るときに1ミリ、2ミリの深さで掘ろうとしたら、はい、この余裕を持たせにくいんで、そうですよ、4ミリぐらいは掘らないといけない。そういう理由ですね。はい。はい、で、今回用意する底板のサイズがこちらの下。はい、こちら。272×217 で厚みが4ミリの合板を用意します。はい。加工する前にちょっと注意してほしい点があるんで、はい、ちょっと制作の作品を借りてきました。はい。はい。先ほど、水を端から端まで削っていいっていう話をしたんですけど、はい、あれは箱の中に入る引き出しの場合です。はい、なので、まあ、この作品やったら、こういうふうに前板が、まあ、この箱の被る。ああ、そういう構造ですか。はい、こういう構造だと、この端っこに、見えますね。もし掘り切ったら、ね、ずっと出っ放しの状態ですから、うん、見えてしまうので、こうなってくるとやっぱ綺麗じゃないですよね。はい、なので、この作品ではこういう風に
止める。途中で止めてやる。止めてますね、はい。はい。こういう風にしてください。だから、はい、どういう前板を作るかによっても、はい、削っていいか削ったらあかんかとか変わるんで注意してください。はい。はい。じゃあ、オーラさんに、まあ、トリマーを使って、水を掘ってもらおうと思います。はい、やってみます。はい、炭が引けました。はい。はいですね。トリマーも合わせました。さらに、このセッティング見てください、これ。私が今回セッティングさせていただきましたよ。もう今回はね、もう全部オーラさん、一人でやってもらいます。はい、そうです。こうしっかりもうね、押さえ、クランプで材固定したら当たるでしょ。そうですね。だからもうここに、透明作って、カチッとこう、あのどんどん、ちゃんと出てますし、ここね、テーブルから出します。あ、そうです。ガイド当たりますからね。ガイド当たります、こうです。成長してはりますね。はい、でも、さーっといけるはずなんで。いきます。はい、やってもらいましょう。レッツゴー。次こうです。そうです。カチン。はいはい、できました。もうさすがですね、ささっと溝が掘れましたね。ありがとうございます。ね、溝が掘れたらオーディエンスはどこにいますかね、まあ、溝が掘れたら、はい、今度そこ板を入れる前に、はい、前に必ず、まあ、こうペーパーとかで、はい、この面を取ってほしいんです。こういうふうに前もやりましたね。そうですね。これ、同じですね、これをやっていくことで、はい、まあ、誘導されて溝に入りやすくなります。はい、だから必ずやっておいてください。入りました。面が取れたら、はい、底板を、まあ、入れて前板に入れて、はい、入れて、側板で挟むと、うん、やっぱスッスッと組めますね。そうですね。面を取ってるから、はい、溝にも入って、向こう板をこう入れると、わお、まあ、こんな形、はい、もう今ビス入れてないのに安定してますね。そうですね。この底板があるおかげで溝掘ってるんでね、みんな同じ位置に入ってるんで、この方向に動かないんですよ。はい、なんで安定して。まあ、この状態でも安定してる、はい、なんで組む時でもこれかなり組みやすいです。そうでしょうね。この底板がなかったらフリーで動いてしまうんで、手で合わせてとかっていう必要がありますけど、はい、もうこの底板が位置決めてくれてるんで、はい、まあ、組みやすいです。でこの状態になったらこの部分外して、はい、側を外して、外してこの部分にボンドを塗って、はい、ビスを打つと、はい、でこれ逆側もやったら今度は前板を外してボンドを塗って、はい、押すと箱が完成です。引き出し完成ですね。はい。はい、この時に底板は溝にボンドを塗らなくてもいいです。いいんですか？はい。まあ塗らなくてもいいという、まあうちの教室では塗っていないです。あ、そうなんですね。はい。まあこれ合板を使ってるんですけど、無垢板とか、はい、修正剤を使う場合は塗らない方がいいです。伸び縮みしますからね。はい。合板の場合は伸び縮みまあないんで、塗ってもまあ動かどうしても動かしたくないということで塗ってもいいんですけど、はい、まあ、塗るとボンドを拭き取るとかいう作業ができるんで。あ、若干はめ出たりしますね。そうですね。まあ、そういう作業あるっていうのだけ分かっていると思ったら大丈夫です。はい。はい。じゃあ、大和さん、実際に作ってもらいましょう。わかりました。それでは、組みたいと思います。先生はお茶を飲みに行ってしまいましたので、私一人で組んでみます。優雅なティータイムですからね。声だけ聞こえますね。はい、はい、では外して、ボンドを塗ります。はい、できました。引き出しが完成しました。はい。まあ、そこいったの溝を掘って、組んでるんで、一人で組んでも簡単でしたよね。簡単でした。で、簡単な上に、今仕上がりも綺麗。できてます、はい。
で、これを全部、底板の溝を端から端まで削りましたよね。はい。はい。そうすると、先ほども言ったように、まあ、隣も画像出てますが、うん、こういう風に、はい。な形で見えます。見えてますね。はい。これもし気になる方は、うん、一手間かかってしまいますが、はい。まあ、隅に線を入れたりとか、途中で止めるという手間かかるんですけど、それもやってもらったら、はい。この溝も見えないようになります。うん、はい。じゃあ、今回の作業はここまで。次回また違う引き出しを学ぼうと思います。楽しみですね。はい。それでは、今回の箱物引き出し編レッスン3。底板について、上げ底の付け方についてでした。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。もっといろんな技術が知りたいという方は、こちらのリンク先からご覧ください。お届けはウッドロード動画格教室でした。